今回は、マクラーレン MP44 12分の1のカウルスタンドを作ります。エキストラバージョンということで、完成品をね飾る時の、ノーズコーンとカウルの、スタンドの作成をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは音楽スタート。で今これね、あの段ボール紙で、仮に作ったものと透明パイプを使って今、大体こんな感じということで試作したものがこれです。こんな感じですね。こういうふうにでこれを外すとこういう板がね4枚、ノーズコーン用とメインのカウル用ということで、で、まあ、割とこれで止めあのやってやるとしっかりするんでね、これでいきたいなと思います。それで、一応このね板を切り出して、パイプに通して固定するということでやっていきたいと思います。よいしょ。それで、この板をね、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、透明の板の方がいいかなというふうに思っています。こんな感じでやれば切り出せるかな。良さそうだね。なるべく無駄なくね切り出したいじゃないですかね。裏も表もないんでこういう感じでいいかな。あ、いいね、いけるね。でちょっと印をしていきましょうか。これ 1.7 ミリのタミヤの透明プラ板です。一応これ保護紙がついてるんで、保護ビニールがついてるんで、この上に印をしてで切り出していきたいと思います。まず1枚切り出しますかね。こうでいいかな。もう1枚も。これでここの真ん中にすればいいってことかな。そうすれば左右対称になる。なるべく一発にしたいですよね。一発で済むようにしたいので、真ん中にこうする。
ちか。これで切ったところで重ねてから揃えますかね。これもこちらもとりあえずここで。まあ、こんな感じでやってみましょうかね。よし、そしたらとりあえずちょっと回ってたね。とりあえずここで一発線を入れて、とりあえず切り込みの線を
これだけでいいか。とりあえず片っぽだけやっとけばいいか。で、あとこっちも、うわ、曲がってるね。だいぶ曲がってる。これで一発ここで切ってっていうふうにするか。ビニール剥がしちゃわないとやりづらいんだよな、これ。切りづらいんで、裏にすればよかったな。失敗した。裏を取れよかったね。よし、これでカッター、カッターいきます。水になっちゃって、早速やらかしたか。これをやらかしたくないんだよな。もうこれで切れるかな。ちょっと偉いか。ピッカッター何種類かあるんだけど、だんだん大きいやつにしてく。
除掃除。もう一箇所ちょっと気を抜くとこれだ。
よし。で、ここで斜めに。これでできましたね。ビニールのかかってる棒同士をこうやって重ねて、ここの難しいのは重ねてから切ります。
ぼ一緒で、うん、OK だね。ちょっとここのこんだけ分あれか、真っ二つにしちゃえばよかったな、失敗したなちょっとこっちがでかいのか、この分切りましょうか、取りましょうか。位置を揃えてここ取りましょう。
たすら切っていくしかないね。よっしゃ、そしたら両面テープでつけてきますかね。後で掃除するのは大変には大変なんですけど、いつもやってるパターンですね。両面テープでつけて2枚一緒に処理して同じものを作ると。ひたすらこれで2つ同じものを処理していくという感じになりますかね。よいしょ、こっちからやってみますか。とりあえずこの毛が生えた分でやってきます。どうしようかな。どこで切っちゃいますかね。どこで切っちゃいましょう。ここね、ピラニア、ピラニアでいきましょう。でかいのこれいきます。
よし、切れた。これは穴開けてきますかね。穴をたくさん開けてって、穴をたくさん開けてって、それで処理するかな。ちょっと太めのキーで、ちょっとトルクをかけましょうか。よいしょ、当て板をして、溶けちゃうね。ゆっくり入れに行くか。何がいいんだろうな。こういうのはダイヤモンド的な。溶けるね、溶けたね。溶けるね。あとは水をかけながらいくか。
Thank you.
し、水つけたからだいぶ焼けつかなくて溶けなくていいわ。よっしゃ、これで穴開いた。こぼしたこぼしたやらかしたぜ。よいしょ。敷いてやりましょう、ね、よいしょ、敷いてやればよかったね。よいしょ。で、これをつまってるの
っていっちゃいましょう。よっしゃ、これで大体の形になりましたね。これをずっとあとは削っていけばいい感じ。よし、こっちができました。もう一歩側もやりましょう。まずこことここを切っちゃいましょう。ピラニアで切っちゃうね。ピラニアで、ピラニアさんで切っちゃうね。よし、まずここはちょん切れたよ。で、あとこっちだ。もう一発、もう一発。今度はちょっと長いよ。よし、切れた。
いい。そしたらよ、これはとりあえずしまって。よいしょ。したらまた穴開けだな。ちょっと水を足すか。水を足してこぼしちゃったからね。お水を足して。これでやっていきましょう。
こんな感じですね。ニッパー的なものでね、ちょっと切ってきましたね。よっしゃ、とりあえずこれはいいとして、違うやつ削ってきますかね、今度ね。これもね、鳴らしていきます。
これだと効率悪いね、やっぱり。いい感じですね。あとは麺を出していきましょう。
この面は結構合ってねえな。この面は結構削らないと合わないな。意外といけたね。
よし、そしたら800番のトレブロトレカットで磨いていきましょう。
Thank you.
よし、次は1500。次1500番でいきます。これ意外だっけ。あ、さっき磨いたな、これな。忘れちゃってるよな。よし、次3000。
3000までやるとまあまあ透明度が出てくるね。よし、よっしゃ。よし、トレーカットは終わり。したらちょっとコンパウンドで磨いていきましょうか。よいしょ。このタミヤのね、このスポンジで磨いていってみましょう。感じだね。いいね、こんな感じ。磨いてないの、こっち磨いた方が。
よし、こっちも磨いていこう。コンパウンドもね、ちょっと水をつけて磨いたり磨くとスムーズ滑らかで、あと熱を持たなくていい、熱が入っちゃうんだよね、こう摩擦熱がね。まあその辺防ぐ意味でも水つけてやると熱が入らなくていい。いい感じだね。これちょっと洗っちゃいましょう。次のコンパウンド行くのにね、洗いましょう。よし、次ちょっと仕上げのコンパウンドですね。もうこれは結構水っぽいですね。水をつけなくても水っぽい。湾曲してるので指でいきます。スポンジが入りにくいんで、ね、
よし、OK。ちょっと一回洗ってきましょう。最後長谷川セラミックコンパウンドをやるんですけど、その前にちょっと一回洗ってきましょう。全部洗ってきます。よし、洗ってきました。よいしょ。最後仕上げに長谷川セラミックコンパウンドで磨きたいんですが、その前に穴あけをね、穴あけをしましょう。穴あけしてなかったんでね。でパイプを通す穴なんですが、これはこうなって、これがこうなって、ここの幅を合わせてあるんで、こんな感じにしたいな。ちょっとここにさらに両面テープでつけて、4枚重ねで今度は穴を開けていきたいと思います。4枚重ねにしたいと思います。で、元は1本でやってましたけど、3本使っていこうかな。2本でいいか。2本使っていきましょうかね。
4枚連結で、よいしょ。そしたらどうしよう、まあ捨てで、そしたらいきますか。そしたら、で、これが透明パイプの3ミリ4ミリ5ミリか、透明パイプの5ミリ、これ使おうと思うんで、5ミリ 4.5 ぐらいか、ちょっと小さめに開けて広げていくか。開けるんだけど、まず2ミリからいきますか。ちょっとこもうね、この辺になってくるとこのインパクトドリルになりますね。インパクトドリルでそろりそろりとやっていくんですが、インパクトドリルですね。まず2ミリ、2ミリいったね。切れちゃったですね。勝手に切れちゃったんで、続きを始めました。よし、3ミリが3ミリまで入った。次 3.5 ミリ、なんか知らないけど勝手に切れてましたね。
次4ミリだんだん太くなってきたよ。4ミリよし、ついに5ミリだ。目的の太さ5ミリ。バッテリーがねえのか、なんかダメだなこれ。よいしょ。よいしょ、予備バッテリーでいきましょう。よいしょ。よいしょ。そしたらこのパイプを通してみようか。どうですか、うまく通りますか。あ、通れない。いいね。 OK。そしたら最後、長谷川セラミックコンパウンドで磨いていきましょう。
しちょっとこれ外すこうしていきましょう。よし、OK。 そしたら両面テープを剥がしていくよ。ビニールも合わせていってクリーニングしていくよ。
よし、まあこれ取るのはとりあえず後でやるとして、まあ格好としてはね、これをこう通して2枚通して、これでカウルのラックを展示するように展示できるようにしました。完成。いいっすね、設計通りにいってますね。こんな感じです。ありがとうございました。そうダバー終わります。この曲が終わったらエンディング流して終了でございます。ありがとうございました。一応計画通りにはいきましたね。あとちょっと両面テープをきれいに剥がして、あとストッパーをちょっと考えた方がいいかな。ストッパーをもしあれだったら考えてくっつけようと思います。ありがとうございました。ガイドでパイプつけるかな、どうしようかな。まあ接着しちゃうという手もあるんだけどね、接着すると汚くなるな。接着って手もあるね。もしあれだったらこれ接着しちゃいます。一応ね、決めるために接着しちゃいましょうか。ということでありがとうございました。エンディングでございます。ということでね、これでと両面テープをきれいにちまちま剥がして、
テープをつけて作業すると非常に作業性はいいんだけど、この後のね、この処理が大変なんだよな。綺麗に剥がれる両面テープってあるのかな。そういうのがあればそういうの買ってくるかもな。